し、これが本当のどつき合い。そうですね、もう本当にあの3分間目が離せないですよね。大きく抜けていく、ジェロブレバンナの左のローから左のハイキック、ジェロもすごく肩の力が抜けてますよね。あの表情が非常に落ち着いてますよ ね、 いいですね。いい表情で入ってきたリーグフック。ただね、なんか僕ゲームやりそうな気がするんですよね、はい、今回のハワイ大会、今年のハワイ大会の優勝者です。前回この2人は3年前の開幕戦で対戦していますが、その時は42秒でジェロム・レバンナがグッドリッチを下しました。その頃のグッドリッチっていうのはどっちかというとプライドを主戦場とする総合のファイターだったんですね。でもこの3年間でもうゲイリー・グッドリッチというのはもう完全なる K-1 の対応して、もう本当にハワイで優勝するぐらいですから、はい、今のあのガードの仕方を見ても非常にうまいなという感じがしますが、今の左腕ボディのあたり、いいミドルが、左のミドルはジェロム・レバンナです。むしろですね、このゲイリーにとって嫌なのはこのジェロムキックでしょうね、はい、右のパンチが入っています。そして長谷川さんもね、パリ大会でこのジェロム・レバンナの復活というのを見てきたと思いますが、はい、バンナの今年のキック、キータキータミドルキック、左のショーからミドル、グッドリッチが崩れ落ちた。ジェロム・レバンナの左のハイキック、あの打たれずグッドリッチが倒れましたよ。リングに沈めている。さあ大きなチャンスを迎えた。リングローからコンビネーション、武漢の帝王、今年の人はどう思い、ロッキーで開幕戦、ロッキーからローキーが来てます。その右のロー、先ほどの左のローが来ました。右のハイキック、デッドレート。ジェロム・レバンナが去年の開幕戦ではボタに敗れた。さあこれでダウンを奪っています。2回目のダウンです。去年は開幕戦で散ったバンナの夢、ゲイリー・グッドリッチを相手にこの第1ラウンドで一気に決着をつけるか。残りは1分、試合は3ノックダウン、あと1つのダウンです。仕留めに来た、前に出る、ハイパーバトルサイボーグ、そしてその以外へ足を引きずっているグッドリッチ、右の膝、あとは2次元の問題か。久々の決勝進出ですね。ジェロム・レバンナ、去年の開幕戦で敗れた悔しさを、そして日本のファンに完全復活をアピールです。ほとんど汗もかいていません。これだけ圧倒的な試合でした。ジェロム・レバンナ、ジェロムもね、あのケイリーと非常にあの友情みたいなこの芽生えてるんで、なんかむしろ長い時間戦いたくないっていうのはですね、逆にその思いをもう一気にラッシュにぶつけて、ローキックからハイキック、そうですね、一気に少し行ったっていう。ただ今のゲージ強いと思うんですよ、この強いゲージに対してジェロム・レバンナ、もう全然あの殺気があってですね、もう完全復活したって感じがしますね。一茂さんはこの戦いどうご覧になりましたか。いや、本当に初っ端からですね、レバンナ選手が本当に肩の力をついて、まずなんかこうスパーリングをね、の延長のような形で、本当に普通に選手の基本に忠実にコンビネーション出してたっていう感じがするので、これが試合の流れを決めた、精神的になんかすごく変わったなっていう感じしますね。今高らかに勝ち名乗りを受けます。さあそして紀香さんはどう感じられましたか。そうですね、この3年間ですね、ゲイリー選手本当にパンチの正確性やパワーやキックやブロックやものすごく向上したと思うんですよ。しかしジェロムは止まっていなかった。その3年間でもっともっと進化してたんでしょうね。2002年グランプリ制覇の夢、左でものとも破壊されました。そして去年は開幕戦で潰されたその夢、しかしジェロム・レバンナ、今回は勝つために、全身全霊で勝つためにここに来た。その言葉通り1ラウンド2分13秒強くなってきたゲイリー・グッドリッチを全く相手にしませんでした。バンナの挑戦、これで東京ドームへのチケットを掴んだことになります。これからです。去年は亡き母に捧げるために戦ってきました。そして今年は自分自身のため、なんといっても自分が強くなったのは精神力、そう語るジェロム・レバンナ。これで黄金の左も戻ってきた。東京ドームへ、ジェロム・レバンナ、高らかに名乗りを上げました。
Oh là 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 là, grande place. Tu as pété là, tu as là, tu as fait là. Et puis nous, vous souffle. Ah, on va faire là. Ah, oui. T'entendais quoi, Annie, ou pas? Ouais. Comme avant? Hein? Comme avant? De quoi? Comme avant? J'ai pas compris. Comme avant? Ouais. Non, j'aime pas rien. Non, non, mais comme avant, les coupes, hein? Ah, ouais, ça, ça reclaque, hein? Bien, bien, bien. Pas de problème. I know, right? Amazing guy. Where are you? Good sports, Monsieur Boys, my lad. Think I'll be okay? Yes. Hi, I'm Meyer. Okay, I'm not a little rest won't hurt. Uncle? No. Me? This is. Yes. Alors, quelques commentaires sur le match de maintenant et un message pour Gary. Pour Gary, j'espère que sa jambe ça va, qu'il n'y a pas de problème. C'est un grand guerrier, parce que se relever comme ça, faut être un 8 et tout. C'est un grand guerrier. J'ai rien à dire, quoi. Je l'aime beaucoup. Voilà, c'est tout. Et j'ai été obligé de faire mon business pour ma fille. Pareil. Are you okay? In jail? I will be fine. Hmm? I will be fine. Be fine. Monday. Mm-hmm. 2 days. Tomorrow. La job. La job. On s'entraînait ensemble au MMA au mois de décembre. Combattre quelqu'un qu'on connaît et qu'on partage pendant 3 semaines. Je trouve que c'est pas le meilleur truc pour. C'est pas la meilleure façon pour arriver au top le jour du combat. Avoir assez d'agressivité et d'envie. Voilà. Et je pense que. Ce soir, je me suis prouvé à la limite à moi-même et aux gens qui m'entourent que j'ai encore faim. Voilà. Bah, Osaka, je peux dire qu'Osaka, c'est toujours une ville qui m'a porté chance. Osaka est une engi no itoshi nan desu. Ah, tochi nan desu. Hai. Tout le temps. Itsumo ano engi ga ii desu koko wa. Si c'est le cas, on pouvait se tourner au le tournoi pouvait être à Osaka. Tournament mo ano grand prix mo itsumo Osaka de yatte kureba ii desu kedo ne, to ichu. Keishou mo hai.